皇太子妃雅子様は今日55歳の誕生日を迎えられました先ほど天皇皇后両陛下のお住まいを訪れ挨拶をされました雅子様は午前11時前車で半蔵門から皇居に入り集まった人たちからのおめでとうございますという呼びかけに笑顔で手を振られました両陛下とおよそ30分懇談し誕生日の挨拶をされました 政子様は誕生日にあたたり文書で感想を発表しましま代替わりに伴って皇后になることについて私がどれほどのお役に立てますのか心もとない気持ちもいたしますと今の率直な心境を明かされましたその上で少しでも皇太子殿下のお力になれますよう そして国民の幸せのために力を尽くしていくことができますよう研鑽を積みながら努めてまいりたいと決意を記されました。